ここは一体どこであろうか。一体いつの時代であろうか。なぜかわからないが、人々はもうだいぶ昔から共に生きることをやめ、個々に生きる道を選んでいた。ある者はインターネットの世界に生き、ある者はそのインターネットをすることさえやめていた。この男はピアノ王子タミーノ。彼もまた一人で生きることを選んだ男。もう長い間喋ることもコミュニケーションを取ることもせず、ただひたすら美しい音を追い求めピアノを弾き続けている。これから始まる物語は、そんなピアノ王子タミーノの周りで起こる、ちょっぴりおかしくも切ない、摩訶不思議な物語である。どんな時もあなたを助けてくれるでしょう。そしてち
それは私の娘です。いいですか？娘のタミーナの命はあなたにかかっているのです。娘を探し出すことがあなたの使命です。Ich vogelfäge bin bekannt bei alten Jungen im ganzen Land. Weiß mit dem Loge umzugehen und wie ich aus Pfeife zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. やっほー、君がピアノ王子タミーノか。ああ、俺はパパゲーノ。普段さ、こうやってさ、ステイホームして鳥のオンラインゲームやって、そんでポイント貯めて生活してんの。それでさ、夜の嬢様、ああ、さっきの女の人ね、あの人さ、ポイント還元してくれる会社のお偉いさんなのよ。そんでさ、彼女の娘さんがさらわれちゃったんだろ。それで君が探すことになった。でさ、彼女はなぜか俺にさ、君にインターネットを教えてやってくれって言うからさ。君、インターネットって知ってる？今こうやって俺と話してるのもインターネット。まあね、君ピアノしか弾いてないんだってね。まあそれは聞いてる聞いてる。いけてないね。ああ、ごめんごめん。まあ俺もさ、オンラインゲームとかさ、ネットばっかりやってるからさ、まあさ、似たようなもんなんだけど、じゃあさ、LINE とか Skype とか Zoom とかも、知らないよね。じゃあさ、さっき夜の嬢さんが言ってたさ、娘さんの名前って教えてよ。タミーノ。あ？聞こえない。タミーナ。タミーナか。あ、じゃあさ、アドレスとか ID とか、あ、もうわからないよね。はいはいはい。ああ、わかった。ああ、俺がなんとかさ、
検索してみるから、ちょっと待ってて。電源切っちゃダメだからね。パミーナ、パミーナと、これかな。ザラストロの館？おーい。あんたはパミーナさん？そうよ。あなたは誰？俺はパパゲーの、取り差しゲームのプロゲーマー。あんたのお母さんにはいつもお世話になってます。パパゲーの？私の母に？ほら、今あんたザラストロって悪い奴に閉じ込められて、そこから出られないんだろ？そう。ここにずっといるの。でも不満はないわ。私はここの生活に満足しているの。もうここにずっといるの。母の元には戻りたくない。じゃあピアノ王子タミーノってやつがあんたに惚れてて会いたいって言っててもかい？ピアノ王子タミーノ、私のことが好き？ねえねえ、その人ってイケてるの？まあ私ぜひ会いたいわ。わかんないね。ずっとそこにいるつもりだったんだろ。どうしてそんなに簡単に変わっちゃうかな。それは愛よ。愛が全てを変えるの。愛か。俺も愛することってできるかな。大丈夫。あなたにもすぐに愛し愛される人が現れるわ。そうだといいんだけど。そうだ。タミーノにパミーナ見つけたって教えなきゃ。おめえ、パパゲーノけ？そうだけど、なんだよ急に。おめえ、そうやってずーっとネットとオンラインゲームしかしてねんどんべ。うるさい。余計なお世話。愛？さっきそうつぶやいてたじゃねえか、プリン。かわいい。この子と一緒に、愛のデュエット、歌いたくねえが？愛のデュエット？こんなんじゃ、ほい。パッ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 パ
パパ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 あごめん、タミノ。待たせたね。ああ、そんなに怒るなって。ほれ、見てみ。あなたがピアノ王子タミーノ様、あなたに会いたい、そしてその顔に触れたい。でもどうすれば。私はこの世とインターネットの世界を橋渡す者、ザラストロ。アミーナは我がインターネットの世界にいる。簡単には会うことができない。タミーノ、お前はパミーナを愛しているか、そして会いたいか。よし、これからお前は外へ出てタミーナを探しに行くのだ。そして旅の途中、お前には三つの秘密、略して三密の謎が与えられる。それを解くたびにタミーナへ近づくことができる。ただ今まで閉ざされた空間にいたお前には、外の世界は非常に危険だ。そのフェイスシールドをお前に授ける。そしてパパゲル、お前はこの子と愛のデュエットを歌いたいんだろう。よし、ではお前にもフェイスシールドと新たにタブレットを授ける。まずタブレットでこの QR コードを読み取れ。それをヒントにタミーノを探し出すのだ。そしてタミーノと共に三密の謎を解く。そうすればお前もパパゲーナの元へとたどり着き、愛のデュエットを歌うことができるであろう。では、出発せよ。こうしてタミーノ・パパゲーノはそれぞれの恋人に会うために閉ざされた空間から出ることを決意する。ピアノ王子タミーノは三密の謎を解き、タミーナを抱擁することができるのであろうか。そしてパパゲーノとパパゲーナは愛のデュエットを共に歌うことができるのであろうか。ハラハラドキドキのこの物語の続きは魔的的コンサートオペラ編の中で明らかになる。